学生の皆さん、こんにちは。教育学部の教員の藤上です。対面講義ができないので、私たち教員も皆さんに会えずにとても寂しい思いをしています。でもですね、皆さんに思いを馳せながら、講義でこんな資料を準備したら皆さんが、理解深めていってくれるかなとかですね、こんなリアクションを、したらですね、皆さんがもっと興味関心持ってくれるかななんて思いながら、一生懸命講義の準備しているところです。一緒に乗り切っていけたらなというふうに思います。そこでですね、今日は、ストレス発散の方法について教えてくださいっていうことなんですけれども、なかなか難しいですよね。私もなかなかストレス発散ができずにちょっと困ってしまっています。でも、こんなことではまずいと思って2つだけですね、ちょっと取り組んでいることがあります。まず1つ目なんですけれども、草花をめでるです。教育学部の横には教育学部の小さなですね、畑があるんですね。その畑のところに、今の季節ですと白爪草とかですね、かわいい花が咲いています。そこに行ってですね、童心に返り、まるで少女になったかのようにですね、その花を摘んで、この研究室に持って帰りまして、小さな花瓶に生けて1分間ぐらいですね、じーっと眺めていますと、心がスーッと楽になります。はい、そういうことをまず一つ目にしております。で、二つ目ですけれども、野菜を、まだ育ててはいないんですけれども、野菜を育ててみようかなって思っています。これは家のベランダでやってみようかと思っているものですね。ミニトマトとですね、ピーマンの苗を店で買いましたですね。先ほどは花をめでると言いましたけれども、花より団子です。やっぱりですね、こういうものを育てると食べることができますよね。皆さんも一人暮らしの人はちょっと挑戦してみるといいんじゃないかなというふうに思います。食費もちょっと浮くかもしれませんよ。それで、いろいろ聞いたんですけど、最近はですね、椎茸栽培セットとか、ネットとかでも手に入るそうです。ちょっと食べてみたいし、興味がありますよね。私もちょっと注文してみようかなって今迷っているところです。はい、なかなかストレス発散ができない時期ですけれども、心身ともに健康に過ごして、会える日を楽しみにしております。皆さんと山口大学はつながっています。